はい、どうも、はこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルリオ編がこちらが復刻してきたので、究極ですねを登り直したいと思います。フロア1はですね、前回と、パーティー構成が一緒なので省略させていただきます。フロア2ですね、こちらから攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。でアビリティ見ていきましょう。まずはリーダーロハンですね、マンガロハン。吸血鬼はシーザー、イカ様をつけています。そしてトゲタロウですね、ムーブ得意ラッシュをつけています。漫画に関してはね、漫画の方に関しては、まあ、遅延要因ですね、としてつけていってます。ゲストはバニラアイスですね。では、参ります。もう今回は、ラッシュ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 ですね。それ、終わりそうな感じです。はい、行きましょう。ラッシュでもう、倒しちゃいます。増援が降ってきました。ウンドゥールがね、10ヒットコンボカウンターなので、なるべくウンドゥールを先に倒すような感じにしていきましょう。続いて、シーザーとかももう適当に、倒していきましょう。ムーブね、独自属性が乗ってるんで強いです。そして、こう第2ラウンドですね。第2ラウンドはまずはリサリサ先生からね、倒していきましょう。カウンター攻撃が怖いのでね、ちょっとミスりましたね。ミスりましたけど、まあ、なんとか生き残ってます。さあ、苦痛のね、闇ばかりいますが、苦痛乗ってないですね。乗ってないです。苦痛は乗ってないから大丈夫です。潮も超える執念で回復してくれるでしょう。さあ、今度は倒していきましょう。はい、第2ラウンドクリア。そして最終ラウンド、3ラウンドですね。さあ、どんどん、最初はね、亀を倒していきましょうね。続いて、得意が乗ってるのでポールを倒していきましょう。ポールもね、結構体力があるので悩みどころですね。そしてゆいちゃんですね、倒していきましょう。はい、無事倒すことができました。続いて増援ですね。そしてボスの登場です。もういきなりですね、ダウンを倒していきましょう。もうここの壁ダウンがめんどくさいですね。めんどくさいのでどうなので、壁弾をさっさと倒していきましょう。そして、リリーもしっかりと倒していきます。そして、降ってきたのが、ジジたちですね。さあ、倒すことができました。はい、最終増援。ジョータロウですね。もうジョータロウは簡単にいきますね。ここまで来たら簡単です。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。続いてはですね、フロア、3ですねを攻略していきたいと思います。最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてフロア3を攻略していきたいと思います。ではラーサバ隊。